ごめんね、遅れちゃって。また挨拶なしなの？これが私のやり方だ。はいはい、あなたの言う通りです。早く本題に入りましょう。わかった。早速だが、最近現れたクローンに関して調査結果をつかめた。この学校のエネルギー波動異常とも関係があるみたいで、ルリの協力が必要だ。へえ、エリカに処理しきれないことがあるとはね。ESP モニターステーションに行けば話がわかるよ。これって一体どういうこと？学校の超能力モニタリングタワーはオーバーロードになってる。誰かがこのモニタリングタワーを利用して、こっそり生徒たちから遊離しているエネルギー分子を収集しているに違いない。もしかしてクローンは全部このエネルギーから作られたエネルギー体なの？その通り。向こうの目的はまだわからないけど、ルリ、一刻も早くモニタリングタワーのオーバーロードを直さないと。どうして私が？ルリの超能力が適しているからだ。私はここでエネルギーの波動を監視する。ルリは早くなんとか A ブロックの屋上に潜入してくれ。随時連携を取りながらピンチの時は助けに行くから。もうめんどくさい。またうるさいな。Thank you.
そのままやっつけて、エリカのアトミックキャノンに撃たれて粉々になっちゃうんじゃない？彼らのエネルギー波動は弱い。おそらくただの C 級クローンだと思う。なるほどね。じゃあ行きますよ。Thank you.